本日はご来店誠にありがとうございました。アイシャルリターン。つまんないですわね。楽勝の極みでしたよ。やったね。えい。俺一人じゃ歯が立たねえ連中もメンバー総登場ならまさに一網打尽だな。この程度の相手なら私たちなら一人でもお相手できましたよ。圭一さんも少しは腕をお磨き遊ばせ。私のためにその分かってると思いますけど、園崎さん、とても感謝してますよ。私もホールを代表して感謝いたします。お疲れ。守備は上々か。ずいぶん遅かったな。ごめんなさいなのです。帰りに迷子になってしまって大変だったのです。リカちゃんは変な道を通ることが多いからね、よく迷子になるんだよ。増えてがありましたよ。リカにはそんなの負けないような長所がたくさんありますわ。それもそうだな。さっきの女子トイレのあの表情、役者だったな。あの時の圭一はひどいのです。自分が彼らの立場だったら僕を弾き飛ばして女子トイレに飛び込むとか考えていたのです。どわー、また俺、考えが顔に出てたのか。圭一君。あ、いや、そら、あのままではお布団が敷けないのです。
あ、それもそうですわね。電話した時はお部屋の片付け中だったんだよ。でも駆けつけてくれたんだよね。まあ非常時だから仕方ありませんわ。それに甘いものをいっぱいいっぱい食べさせてもらいましたですから、とても喜んでいますよ。今日はありがとな。急に呼び出しちゃって。シオンによろしくとお伝えなのです。では失礼しますわ。レナさんはどうぞごゆっくり。うん、そうするね。じゃあね。あのちっちゃい二人は帰っちゃいましたか。何か片付けの途中だったとかで帰っちゃったよ。先輩に話を聞きました。なんだか私のためにいろいろご迷惑をかけてしまったみたいで。全然迷惑じゃないよ。他ならぬしーちゃんのピンチだしね。あ、いいよねしーちゃんで。みーちゃんとお揃いで可愛いかなって。あ、まあどうぞご自由に。照れてるだけだよ。にしても、ほんとそっくりだよな。本当だね。双子ってよりも、もう一人のみーちゃんみたいな感じ。っていうか、ミオンのやつ。いつまで続けるんだろう、双子のふり。かな。だってさ、あれはどっから見てもミオンじゃないか。第一、ミオンに双子の妹がいること、今まで誰も知らなかったなんて変だろ。それはそうだけど。じゃあケイキ君はちーちゃんとみーちゃんが同じ人だって思ってるのかな。かな。ご明察。ミオンはああいう性格だから、ここでバイトしていること、みんなに知られたくないんじゃないか。それでミオンは苦し紛れにシオンってキャラを作り出して演じているんだと思う。だからさ、さっきシオンがレナにそっけなくしたのは照れ隠しなんだよ。あんまりいると正体がバレるしな。だからレナもミオンのそういうとこは気にしないように。なんでかな。
としーちゃんのふりをしてるんだろう。だろう。恥ずかしいからだろ。なんで恥ずかしいのかな。なんでかな。かな。さあな。ミオンのことだから女の子らしい格好なんて似合ってないとでも思ってるんじゃないか。ふーん。きっとさ、それだと思うな。どれだと思うんだよ。だからしーちゃんのふりしてる理由だよ。だ。かわいそうなのはケイチくんじゃなくてミーちゃんの方だよ。なんでミオンがかわいそうなんだよ。自分で気づかなくちゃ意味がないんだよ。それに気づけないから困っているんじゃないか。ごめん。じゃあヒントだけならいいかな。特別だよ。しーちゃんのふりをするのはどんな時？ん？バイトの時だろ。ヒントあげすぎちゃったかな。レナ、用事あるから先に帰るね。上げすぎも何も、まだ何もわかんないよ。ケイチくん、ちゃんと考えなくちゃダメだよ。ヒントにしては多すぎかも。はう？お待たせしました。やっと終わりました。今日は本当にありがとな。どれもすごい美味しかった。みんなも喜んでたよ。いえいえ、そんな。でも喜んでもらえて嬉しかったです。あれ、さっきの女の人も帰っちゃったんですか？買い物があるって言って帰ったよ。先に帰って申し訳ないって伝えておいてくれって。そうですか。じゃあ私たちも表に行きません？たとえオフでもバイト先は緊張しちゃいますから。
なんだか暗くなってきちゃいましたね。もっと早めに終わらせてもらえる約束だったのに。でもいいかな。ちょっとでもこうしてのんびりお話しできる時間が取れたから。さて、自己紹介からしようかな。初対面はいきなりお姉と間違えられるという衝撃的な出会いだけで、互いに挨拶もしてないですからね。私、園崎シオンと申します。お姉と似てるのは外見だけなんですよ。お姉は大雑把で暑苦しい人なんだけど、私は几帳面だけど涼しい人なんです。シオンは俺のことミオンからなんて聞いてるんだ。お姉はケイちゃんのことお気に入りみたいですから。饒舌にいろいろと喋ってくれますよ。部活の話とか、やられたとか、やり返したとか、そんな男の子みたいな話ばかりです。本当に仲がいいんですね。ケイちゃん、さっきからなんだか楽しくなさそうですけど。え、あ、いや、そんなことないよ。隠し事が下手なくせに嘘つこうとするんですよね。だから憎めないんですけど。綺麗だと思いません？男の子でも綺麗に感じます？へえ、綺麗だな。ケイちゃんってこういうの初めてですか？ああ、初めてだよ。こんな小物のお店なんか、こうして連れてきてもらわなかったら一生入らなかったな。そういうのじゃなくて、そのこういう感じの。驚かなくてもいいじゃないですか。女の子と腕を組むくらい、そんなに恥ずかしいことなんですか？別に恥ずかしくなんかねえよ。腕が欲しけりゃ1本でも2本でもくれてやるよ。ほら。Ha ha ha!
ケイちゃんって本当に退屈しない人ですね。お姉のお気に入りってのもよくわかります。 いらねえなら引っ込めるぞ腕。そんなそんな、喜んで拝借いたしますわ。反応を楽しみたいんで意地悪に質問しますけど、ケイちゃん、女の子と腕組んだことあります？林間学校のキャンプファイヤーでってのはなしでです。林間学校を封じられると辛いな。そうだと思いました。そのいたずらっぽい笑い方、本当にミオンと同じだな。お前、本当にシオンなんだろうな。ミオンがシオンだって嘘をついてるんじゃないのか。お姉がシオンのふりをしてるかもしれないって思ってます？さっきまでは双子だと思ってたが、悪ふざけの仕方がミオンとそっくりすぎるからな。口ではそんなこと言ってますけど、ケイちゃんはちゃんと私とお姉を区別してますよ。区別ってなんだよ。お姉がこうやって腕を取ってきたら、ケイちゃんドキドキしますか？する。関節技でもかけられるんじゃないかと思ってビクビクする。おいおい、そんなにおかしいことかよ。肩腹押さえて涙ためるくらいに。いえいえ、そのお姉ってしょうがないなって思ったんです。年頃の男の子と腕を組んで心臓を高鳴らすこともできないなんて、本当に女の子失格ですよね。お姉は男の子に生まれた方が良かったんじゃないかなって思うことありますよ。そしたら私も惚れてるかもな、なんちゃって。ミオンも男の子に生まれたかったなんて言ってたな。お姉は女の子がしたいのか男の子がしたいのか中途半端なんですよね。まあ不吉祥な生き方のツケですからね。放っておいてあげてください。さっきから実の姉に随分な言い方だな。私ミオンのどことなく甘えたところ好きじゃないんです。シオンってミオンとあんまり仲良くないのか。まあそこそこは仲良くやってます。でも姉妹として許せないなってところはいろいろありますよ。あれ見てください。可愛いと思いません？女の子ってどうしてこういうのが好きなのかな。だって可愛いじゃないですか。ケイちゃんは可愛いって思いませんか。俺は男だから特にそういうのは感じないよ。まあまあ、ケイちゃんはこの中で一番可愛いのはどれだと思います？
っち側に並んでる4つは見覚えがあるな。やっぱり有名なんですね。ケイちゃんでも知ってるくらいだから。最近イギリスから入ってきたばかりの新作なんですよ。この辺ではまだ売ってますけど、都市部の方じゃ品切れ状態で、安さがポイントのはずなのに変に高騰しちゃってるそうですよ。女の子っていい年になってもこういうのが好きなんだな。人にもよるでしょうけど、人形とかぬいぐるみとかを嫌いな女の子ってそんなにいないと思いますよ。あの男女のお姉ですら可愛いって言ってましたから。へえ、ニオンも可愛いって言うのか。そりゃすごいことだな。やっぱりあれが一番ですよね。ドレスのふわふわな感じが本当に。教室にあるんだからさ、いつでも持って帰ればいいじゃないか。できないですよ、そんなこと。自分のじゃないのに持って帰れるわけないじゃないですか。Thank you.